はい、今回のスタート地点はですね、阿久根市ですね。阿久根市のですね、ちょっとね、ここを左、まっすぐ行きますね。まっすぐ行こう、ここは。こう、日本生命の横ですね。ちょっとね、住所がね、わからない。こういうところの右と左と住所が違ったりしますからね、あれですけどもね。あ、太陽があった。太陽をちょっとスラロームしましょうかね、少しね。あ、ちょっとね、狭いからもうまっすぐ行きます。ごめんなさいね、太陽さんね。ちょっとね、いっぱいだった、あの車がちょっと邪魔するといけませんからね。今日はですね、5月の17日、時刻は2時52分。迷子にはならないんですけども、ちょっと昔通った道っていうか、阿久根に国民宿舎が前あったんですけども、そこの跡がどうなってるかなと思ってですね、行こうとしたら、分からなかった、というかね、ここだったんじゃないかなっていうところにはですね、あれが空き地があったけど、でもそうじゃなかったのかもしれない。ちゅうのは、そこに登る時の坂がですね、えらいこう右に左に曲がってましたから。違ったのかもしれないし、そうだったのかもか知らないし、だからこういう時はね、帰ってからですね、Google で確認する時にね、そうだったのかっていうのが分かるんですよ。ですから今日通ったところをこう調べるのって、でそれで道を結構覚えますね。ここですね、ちょっとここの川系、ここはこの辺りからですね、スラロームしていますからね、ここを渡ってからですね、もうちょっと向こうに行ってからですね。真正面は小学校か中学校かですよね。あそこからの景色はいいかもしれないですね。次のあたりからどっか、このあたりから左行ってみましょうかね。はい、坂道好きですね。昔は真ん中に川が流れてたのかもしれませんね。右行きます。まあここが阿久根のまあすぐ向こうが港、っていうか海だっていうのがもう知ってるからかそうかしないけども、やっぱり港町っていう感じですよね。まあ前方に何もないっていうからかな、なんか山かなんかが普通は見えたりしますけれども、ここはこれやっぱり向こうは海ですからね、やっぱ景色がその向こうだけスポーンと切れてるっていうところで、やっぱり港町っていうのをこう、まあ、直感的に思うんですかね。あ、ここに来たのか。ここに来たのかって今まで来たことないんですよ、ここはね。あれで、Google でちょこっと見たような気がする。おうおうおう、向こうにですね。今ね、ほら、船です。これですよ。
港町はあの船がね、入港、そう、入港出港ですよ、ですよ、頼んますよって感じですよ。見てください、ほら、向こうに行くあの船の、あの奇跡っていうんですかね、あの波が、あの見えますよ。そして、その右の方にはトンビが2、4、6、7、8匹ぐらい待ってますよね。多分今このここ、船がここ来たけども、これからおこぼれ頂戴しようかなって思ってるんじゃないですかね。あ、ここが久根漁港か。なるほどなるほど。はい、ちょっと前に行きますからね。あ、いやいや、私のじゃったやった。あのリスナーの方でこの梅にしちゃお手痩せんな感じで思う人がいるっていうあれだったもんだから、ちょっとね、あの前に行ってのね、あの U ターンじゃなくてね、バックにしましたが、ね、ああ、そうかそうか、あれですね、時間帯によっては、いや、今日はその今のこの漁協はちょっと待ってね、あれです、ご褒美みたいなもん、周りをただこう走ろうと思うんで、ちょっとやっぱこうしましょう。スラロームですよ、スラローム。スラローム。あ、結構あれですね、この漁港の長さが長いですね。ここはスラロームというよりも、道玄行けばいいのけ。まあ、一旦こっちまでずっと最先端まで行ってみましょうかね。はーい、はいはいはい、いいですね、いいですよ。そうかそうか。ああ、これはもうちょっと市街地スラロームはやめて、この海岸バタスラロームですね。アイナのね、あのこのほら、こう太陽の光をですよ、こうキラキラキラっていう風に反射してますね。ああ、いや、アクネも今までも何度か来たけど、こっちに来た、こういう景色が広がってるなんて思ってませんでしたね。まあ自分がそうだからかもしれないけど、鹿児島の人なんかでも案外知らないんじゃないですかね。このこういうところですよ。その港風景。もう最初でこのここに来た時に最初に言ったみたいに、朝昼で、工事中、ここ右だな、要するにそのあれが、デフネイリフレですよの状況の時に、をちょっと無理ですね、私の動画のあれで行くと。だってあるでしょう、ここに7時ぐらいに着かないかんわけでしょう。ちょっとですねちょっと無理かも。この私のお任せテレビでそれを見るのはですね。だけど、だけどたま、さっきのほら一隻の船が来たみたいですよ。まあ3隻ぐらいがそういうので、来てくれればですね、こういう時間帯、今3時なんですけども、戻ってきてくれれば
それこそ歩き取りしますよ。そうやって港の活気ある風景が見れると思います。結構飛びますね。ホバーリングっていうんですかね。ああ、なんかね、多分ね、あそこにね、釣り人がね、なんかいわゆる、僕、いわゆる、ゲドウっていうんですかね。ほらほら。釣った魚をもう、おいたちは食わんで、お前たちが食えっつって投げたんじゃない？ちょっと見てみましょうかね。ああ、それをあれなんだ。このトンビなんかが狙ってるんですね。餌付けはダメですけど、今みたいにして、例えばその釣った魚をポンと投げるのはいいのでしょうね。さあ、やっぱ釣り人としてのですよ、優しさですもんね。あ、今ほら小さい魚がね、かかってんですよ。ちっちゃなね、5、6センチやろうけど、あれを投げるかどうかですね。投げるか、ビクの中に入れるかどっちか。どうなんだろう。私としてみれば、ホイッチ。トンビさん、ホイッチって投げてくだされば嬉しいんだけど。ああ、もうトンビは感じてますよ。トンビは感じてる。せーの。ほい、投げた。ほらほらほら。あ、空中キャッチできませんでしたね。ああ、でしたね。ああ、今日の動画はこれで、なんていうの、売りができた。ああ、そうか。ありがとうございます。トンビさんと、それから釣り人にありがとうですね。ああ、いいな。あ、お任せテレビもだんだんこういうふうになってくるのかも。自分はしませんよ、ああいう、はしませんけども、そういう、状況に巡り合うあれが増えるかも。これはね、今さっき来たところを引き返してるんですけどね、さっきはこの右手を見ましたから、今度は左手を見てみましょうか。きれいな街並みですよ。あ、こっからでも国道3号線に出れるんですね。でも出ません。あ、こっちの方はほら、さっき漁船が入港したあそこはもっとトンビが待ってますね。まあちょこっとだけあれしましょうかね、スラロームをね、市街地の方も。はい、左行きます。右行きます。なんか昭和の映画に出てきそうな感じですね。いいですね、こういうのね。ほんで、今度はこの防波堤沿いの左に行ってみましょうかね。あ、向こうになんか赤い鳥居が見えますけども。
人車じゃなさそうですよね。なんか、いわゆるあの家っていうかですかね、あれが見えないけど、こっから右でしょうね。ちょっと待ってくださいね。ここを左って言いましょうか。川沿いですね。あ、水産関係のやっぱり会社が多いですね。どっちだ？ここ道なりに行っていますね。ちょっと SD になってますから。正面は何でしょうかね、あれね、まっすぐ行っていますからね。アイノスコールを飲みました。あのね、まだは、あ、3分の、5分の2ぐらい入ってる。あれですね、普通のアパートってマンションみたいな感じが、コーポって書いてありますけど、ここをそれじゃあ右行きます。面白いですね。あ、ここさっき撮ってきましたよね。ここさっき撮ってきた。上から来ましたからね。別動画だったと思うんだけど。これをそれじゃあ右に行きます。ここっちゅうことはさっき通ったってとこですね。だったら、次を、あ、まっすぐ行こう。はい、こっちこう。こうですね。ここだけでも面白そうですね。この漁船がいるところ。ここさっき行かなかった反対側ですね。ちょっとこっち行ってみましょうか。何もないかもしれないけど、行ってみましょう。あ、ここあれですね。こっちに行って。ああ、漁船が来た、漁船が。漁船が来ましたよ。ここで見ましょう。君を送りましょうかね。はい。こう、いいですね。これね。大きなカメラ欲しいな。映画みたいな撮り方できますよ、ここは。今いるでしょう。これがね、防波堤の角に隠れるんですよ。パッて、これからね。で、次のカットは向こうにバーンと回ってですよ、っていうやつがね、頭の中にはね、カット割りがあれするんだけど。はい、これからね。これ、ほら、さっき赤い鳥居があって言ったあそこなんですけども、このね、防波堤の石組みを見るとなんかすごく歴史を感じるっていう感じですね。はい、ここで向かいますね。今度はこの漁船をですね。あ、いいですね。
こうラストカット、あ、ちょうど正面にほらドッグみたいなのがある。船がレールの上に三隻っていうのかな、乗ってますもんね。うん、いいですよ。ラストシーンにいいかも。ちょうどね、20分になりましたのでね、この動画はですね、この辺りでお開きになります。ありがとうございました。